よっしゃー、エスケープルームズ撮っていこう。ノラでございます。今月は何にしましょうかね。やっぱ12月といえばクリスマス？まあパッと思いつくのはそれですね。まあサンタ関係にしようかね。アイランド。まあ夏っぽいね。牧場、バレンタイン。動物園。銭湯とかでも良さそうだね。あ、でもあるね。サンタ工場。サンタ工場？何それ。チョコレート工場やったね。クリスマスファミリーってあるね。あ、ちょうどいいね。これにしましょうかね。ちょっと一足早くクリスマスですね。まあ、今月、まあ、あるってことでね。これでいきましょう。いや、サンタ工場とかも、まあ、来年やろうかな。おー。あ、オルゴールバージョンだね。いいね。お、犬がいる。豚が犬飼ってる？ん？なんか不思議な光景だね。なんかいろんな人がいるね。面白そう。まあ、これいきますか。スタートですね。はい、これはいつものやつですね。はい、行きましょう。なんかへそ出してる人いる。なんかめっちゃ持ってますね、髪型。おー、ひげのお父さん？おじいちゃん？あ、お父さんこっちかな？あ、なんか、え？ケーキ焼いてんだ。すげー。いいね、美味しそう。あ、家でケーキ焼くってすごいね。いいね。クリスマスに？買わないで。家族団らんで、なんだろう。一緒にケーキ作ったりね。いや、楽しそうですね。で、子供がなんかちょこんといますね。まあまあ、まずは全体を見ていきましょう。いつものあれを言うの忘れた。まあ、これはあれか、ダイヤルのやつで、チキンかな？なんか取っ手がすごいことになってますね。で、これはポンってなるやつ。あー、背景綺麗だね。テクスチャー？まあまあ、写真貼ったのかな？お母さん？なんだこれ。あ、これ左右に振るやつですね。お母さんはお出かけ中なのか？おー、影が必要ですね。あー、なんだっけこれ、ロシア人形？くるみ割れるやつか。で、水色、黄色、紫、白ですね。で、さくらんぼ乗ってない？屋根のとこ。なんか珍しいタイプだね。あ、いいね。なんか、外の景色いいね。もみの木かな？もみの木じゃないな。次？雪が被ってる感じいいね。あー、クッキーの、あの人型クッキーだ。なんかいろんな顔あるね。三の口とにっこりしてんのがいるね。で、これは？あー、星の高さか。なるほど。で、あなたは何が欲しいの？これ。風船？風船か？風船が欲しい。で、扉。おー、いろんな大きさのサンタ。なんかめっちゃ困った顔してんね。この顔面白。数字？まあ、ここを打って最後出る感じかな？このリボンの付き方とかは関係ないかな？で、あー、プラグがいっぱい。あれ？刺す方がコンセントだっけ？まあ、家電から伸びてるコードがコンセントで、あ、違うな、そっちがプラグか。プラグを刺すところ？電源のとこがコンセントだよね。まあ、よく、なんだ？家具から伸びてるコードの方をコンセントって言いがちだけど、刺す方がコンセントなんだよね。確かね。で、これは寂しいツリーですね。飾りが欲しい感じかな。あ、で、これ数字打つやつですね。まあ、レベル3とあって割りかし簡単なのかな？あー、なんか面白いね。この記号もどっかにあるんだろうね。メリークリスマスって書いてるね。ナイスって書いてるのか。一瞬ケンタッキーのあれかと思った。なんかクリスマスにチキンを食べる？まあ、ケンタッキー行くのもなんか日本人の風習らしいですね。海外の、まあ、ケンタッキー行くと、え、本当にチキン食べるんだみたいな反応らしいですね。日本独自の風習というか、バレンタインとかもそうだよね。好きな人にチョコを送るのもなんか日本独自だよね。ナイスって書いてるね。 絶妙な、このしょんぼりしたキャラクター流行ってんのかな？トナカイがなんか、すごい何とも言えない表情ですね。あなたは何が欲しいんだ？え、これオセロ？何？箱？なんだ？何の箱が欲しいんだ？で？あー、オレンジ。あ、全部同じ色ですね。これ高さのやつですね。あ、なんか、面白い。オーブン？上のこれなんだ？瓶。コインが入ってる？なんだ？おー、クマさん？犬か。ああ、靴下の模様もなんか違いますね。ウサギと犬と豚か？真ん中。クマ？おお、解いてないから。ヒント使いやって出てきてますね。あなたはなんかこのケーキを取り出す、なんだ、ミットだっけ？欲しいって感じかな。あ、ピンク、水色、黄色？どこあったっけ？あ、これは。ポポポンポン。ブ、いつもですね。これついやりたくなるね。おお、パウンドケーキってやつ？なんかろうそくの向きが違うね。まあ、とりあえず、はい。これは？あー、なんか手に入れた。あー、これくらいの木ね。はいはいはい。ワインのやつですね。
一通り回ったかな。あ、まだあるわ。山積みのプレゼント。あれ、逆さになってる。もしやこれはサンタクロス。何してんだこいつ、不審者。上のこのリボンみたいなのは触れない。なんか揺れてますね。それぞれチェック柄の宝箱が。あ、大きさのやつね。大中小かな。あ、中と大しかないですね。これは、あ、リースの、あー、あれか。なんか、絵飾ってありましたね、壁に。あれのやつかな。黄色、緑、赤。なんかこのちょっと濃い感じ、なんだろう。黒が混ざった感じの色いいですね。クリスマスっぽいね。下のはなんか、ココアパウダー乗ったなんか大福みたいに見える。美味しそう。これはもう一台欲しいって感じですね、ミニカー。ん？あ、お母さんここにいたわ。あれ？さっきの写真は？じゃあ。おばあちゃんか、あれ。あー。お、ワイン飲んでる。シャンパンかな？口紅真っ赤。いや、いいね。いい表情だわ。で、ABCD。2番目と3番目と4番目だけ色が違いますね。じゃあ、2番目と4番目と5番目か。だけ色が違いますね。何これ、ウサギ？クマ？まあ、クマか。どことなくウサギっぽい雰囲気あるね。俺だけ？あー、ピザですね。模様が違う？真ん中のあれか。星が違うのか。星があるのとないのとがありますね。で、上のリースは触れないと。一周したかな？あー、しましたね。まあ、コルク抜きを手に入れたので、ワインでも開けましょうかね。まあ、シャンパンか。ポン。ポン。あ、いい音。シャンパン手に入れた。あー、で、あのマダムのとこに行くわけね。で、はい、あなたにこれを注ぐと。おー、いいね。ちょっとピンク色だね、ほんのり。目が半分になってる。あ、寝たー。酒飲んですぐ寝たわ。お、なんか言ってんね。あ、これあれですね、絵のやつですね。左2回、右2回？右3回か。左もう1回？左2回。ん？うん。で、右が1回だ。オッケーオッケーオッケー。2321ですね。2321。これですね。おばあちゃんの絵ですね。あ、そっくりだね。あれ？これお母さんの絵？え？自分の写真を飾ってる？同じ格好だしね、まんま。で、左に2回、右に3回。あれ？触れない。で、2回。で、もう1回。おー、帽子を手に入れたけど、帽子欲しい人いたかな？おじいちゃんじゃないもんね。うん、違いますね。あ、で、さっきのリースのやつですね。これか。四隅のツリーは関係ない感じか。上から、なんだこれ。なんだっけ？なんの実だっけ？クリスマスといえばこの、なんだっけ？サクランボみたいなやつね。魔除けみたいな感じだよね。うん。で、右が鈴で、左が雪印で、下がなんだこれ？チェック？絨毯柄？クリスマスの包装紙みたいな。うん。プレゼント包む紙みたいな色？まあ、これですね。はい。まあ、時系列から解いていきましょう。これと、まあ、なんか桜棒みたいなやつと、鈴と、あー、通り過ぎた。雪印で、これですね。ほい。なにこれ、くるみ？あー、くるみといえば、くるみ割り人形ですね。はい。で、ここにはめると、おー、コードが手に入ったね。何のコードでしょうね。まあ、コードといえばこれですね。ただこれあれか、コンセントが刺さってなかっただけか。オッケー。これを、ん？洗濯した状態で、どれで使うんだ？ここだよね。あ、刺さった刺さった。オッケーオッケー。で、明かりがつくと。おー。あー、水色、黄色、白？ピンク？ピンク？白？どっかあったかな？その順番のやつ。ずっとピキンってなってんね。5個の高さのやつ？あったっけ？これか？じゃあな。これは、顔のやつあったっけ？大きさ、この並びもなんかあったかな。ピザ。ピザが、8切れか。このマークもなんかあんのかな、どっかに。どこだ？あなたは普通にプレゼントが欲しい感じね。あー、あれか。あー、これだ。あれだ。あのツリーのやつだ。オッケー。これさっきのツリーのやつですね。同じ色だね。よく見たら。水色、黄色、白、ピンク、ピンク2回、白。覚えられるかな？水色、黄色、白、ピンク、ピンク、白。あ、いけた、よかった、イエイ。で、はい。ここか。これですね。
ああ、先頭がこれか。車のやつですね。で、どこに行く？おー、ああ、なるほど。なんかでっかくなった。で、お、あ、全部開けた。にっこりしてる。ん？なんじゃ？ああ、いろんな順番なんかあったね。相変わらず風船が欲しいと。ピンク、水色、黄色、緑。ん？ああ、これ、ああ、これあったな。これあったぞ。ケーキだっけ？まず、とりあえず。色の順番。困ってますね。あれか。うさぎとクマの人形？手に入れてこないとできないって感じかな。あ、これか。これだ、これこれだ。これですね。あの列車のやつですね。順番忘れた。紫、水色、黄色、緑。紫、水色、黄色、緑。どれだっけ？これか。紫、水、あ、もうなってた。水色、黄色、緑。これですね。はい。おー、うさぎ手に入れた。あ、で、ここに、入れるわけね。あれしようか。あ、いたいたいた。あ、じゃあ真ん中のこれ犬か。あとは熊さんの人形が欲しいって感じか。あ、で、これだ。時計のやつね。2時、9時、2時、9時、5時、3時。2時、9時、5時、3時。あ、2953か。2953。それが、どれだっけ？これだ。2953。2953。違うケーキ買ってきたのかな？あ、見たんだ。おー、いいね、この柄。かわいいね。なるほどね。で、困ってるお父さんにあげると。はい。あ、急にリリスクなったじゃん。え、そこで開けんの？え、せめて皿の上とか。おー、塗ってますね。すごい、うま。プロ級じゃん。あー、なるほどね。大きさが違うね。バラバラだね。どんなセンスしてんだ、これ。すごいな。真ん中がでかくて、あ、大と中のやつですね。なにこれ、さくらんぼ？さくらんぼかな？なんだろうな。まあでも、形で覚えた方がいいか。いつもは時計作戦で行くんだが、大きいとこだけ覚えればいい感じかな。どれだっけ？いつも。あれ？これやってる間に忘れんだよな。どこだっけ？これじゃないしな。これでもないしな。あら？あ、これか。あ、これだ、これだ。あ、惜しかったね。あ、まあ、惜しくないか。少々、ここですね。はい。で、飴を手に入れた？あ、鍵か。鍵開けるとこどっかあったよね。どこだっけ？ちっちゃい家のやつか。これだね。これだ、これだ。で、刺しますと、ナイク、ナイスみたいな。ナイク、数字打つとこあったよね。お、いいね。スイスイ行きますね。これですね。ナイク。で、これ9ですね。はい。おー、縄を手に入れたけど、ずっとキュピーンって言ってんね。縄は何に使うんだ？縄欲しいとこあったっけ？ここら辺結構解いたね。このお嬢さんのだけですね。なんか、昔のアメリカの10代みたいな、80年代とか、まあ、ちょっとよくわかんないけど、のなんか娘の格好みたいなイメージですね。フルハウスとかに出てきそうな格好だね。ないかな。なんだろうな。オレンジだけ。これは？ケーキは溶いたでしょ？あ、てっきりケーキで焼くのかと思ったけど。あ、まあ、でも、あれ焼いたいとか。これはあのコルクリンキーだもんね。ここだけでちょっとよくわかんないね。あ、これで引っ張るのか。そんなことしなくても。周りのをどかせばいくね。あ、カッパさんだ。なんかずんぐりむくりしてますね。カッパさんうるさいんだよね。あ、喋んない。なんだ？え？あー、帽子ね。はいはいはい。あー、皿隠して大丈夫？お？おえーい。プレゼントゲット。いいですね。相変わらずカッパさんうるさいね。まあまあまあ、いいんですけど。はい。プレゼント for you。おー、めっちゃにっこり。すぐ開けるやん。早っ。なんか焦ってる。これ何？手作り？あら。あ、でもちゃんと着てくれるんだね。優しい子ですね。え、これ？みたいな感じだけど、ちゃんと着てくれると。いや、いい子だわ。色がついてんね。なるほど。ナイスもなんか、お父さんとお揃い？色？文字の色のやつあったよね。どこだっけ？ん？どれだ？これか。あ、違うわ。リボン。あー、誰かの、あれかな、格好？違うな。あ、違うな。よくわかんないね、これね。
腰の高さ、どうしましょう。どれだっけ、解いた解いた、これだけ解いてない、これか。 C、 丸の向きもなんかあるよね。ナイス。白が C とピンクが W ね。口のあれか、向きか。なるほどね。なんかちょっと困った感じ。まあ、下が平べったいのと、にっこりしてる感じ。上が平べったいのね。なるほどね。はいはいはい。二つの要素が入ってますね。いいですね。これ開けると熊の人形出てくるのかなっぽいね。しょんぼりしてんのが W と、B だっけ。しょんぼりを口から見るか。一個ずつ見よう。WRO か。WRO ね。はい。WRO と。はい。あとはにっこり顔の白とオレンジ。C が白で N が黄色ですね。C が白で N が黄色。クローン。怖っ。これもなんだ、ホラー界？クマ開けたらクマがひょっこり覗いてたわ。クマを手に入れたんで、まあ次の部屋かな。はい。で、ガチャリンコしまして。おー、なんかすごい形状だね。ちょっと階段登ったら部屋みたいな。あー、星のやつね。はいはいはい。あー、これピザのやつだね。で、上のツリーが？なんだこれ？紫？ドアップすると空黒くなるんだね。で？ 3333U3。 あー、3の口か。なるほど。オッケーオッケー。で？あ、なんか凍えてない？外から来たばっか？向こう暖炉あるよ。あ、暖炉あったっけ？ごめん、適当言ったわ。なんだなんだ、紫になってる。なんか落としちゃったのかな。寒いのか、単純に。鼻水出てるしね。で、怖っ、これ何？え、怖っ。え、何これ、どういうこと？怖っ。なんかの魔除け。ここ触れるとこないね。下触ったっけ。あー、これあれか、3の口のやつか。覚えてこないとね。これですね。3の口の位置覚えればいいかな。上下と、あと5時、9時かな。上下、5時、9時。オッケー。こっちですね。上下が3の口で、あと5時と9時。あ、間違った。あとは U ですね。にっこり。ほい。おー、あー、クッキーか。なるほどね。これを焼くのね。はい。ここに置くと。そうすると。で、用意できたのがこちらです。あー、どっちも焼いてたのね。なるほどね。はいはいはい。あ、これ高さのやつか。オレンジのやつですね。高い順で1234か。順番ですね。素直な並びですね。これか。で、こうですね。はい。おー、スマホを手に入れたけど、電話するのかな。サンタクロースだって。サンタと知り合いなんだ。え、そこから出るの？怖っ。暖炉ってやばくない？一歩間違えたら事故よ。ん？なくなったね。あら？犬のとこに行ってみる？え？はい？何が変わったんだ？まあ、まず、この星のやつですね。あー、色も覚えなきゃか。赤いのと？赤いのが、12時？緑が5時？ 8 時がオレンジ？黄色が9時？覚えるの大変だな。これでしょ？で、緑が5時だっけ？オレンジが9時？違ったっけ？あら？ちょっと覚えづらいですな。ピザのやつなんだろうけど。緑が5時か。え、オレンジ8時か。オッケーオッケーオッケー。オレンジが8時ですね。8時9時。黄色が9時か。黄色が9時で、オレンジが8時か。とりあえず開けますと、あ、じゃあこっちじゃない。あー、で、プレゼントね。はいはいはい。欲しい子がいましたね。はい、で、プレゼントを手に入れまして、これ欲しい子いたね。で、これをあげると。はい、どうぞ。そうしますと。おー、あ、飾ってる飾ってる。あ、部屋のダメの。へー。あ、いい子だね。てか、はしごかなんか使えばよかったのに。なかったんかな？星のやつはまだ溶けてない。上のやつは溶けた。文字のやつ？この下のやつも解いてないね。またなんか色違いだね。メリークリスマス。あー、なるほど。リボンのやつか。オッケーオッケーオッケー。プレゼントのやつですね。青、赤、黄色、白ですね。
どれだっけ、これだ、最後のやつですね。ん、色忘れた。ん、赤青黄色白か。あれ違ったっけ、これじゃなかったっけ。あ、青赤か、青赤黄色白か、青赤黄色白ですね。行き過ぎた、これだ。はい、で、はい、ここは、おー、あー、寒い人いましたね。あったかい飲み物あげるのか、なるほどね。いいねー、内側から温める、いいじゃん、優しいじゃん。おー、一気飲みした。あ、一気にほっこりしましたね。え新しい謎をもらったぞ。あー、あれか、あの絨毯のやつか。オッケーオッケー。なんでも大中小ってあるね。中くらいのやつあったっけ、これだよね、きっとね。あー、中くらいあるね。真ん中がでかくて、右端が中くらいですね。オッケーオッケー。真ん中が、はい。真ん中が一番でかくて、で、右端が中くらい。オッケー。で、ディアサンタって感じだね。なんだ？誰にあげんだこれ。あ、あの犬にあげんのか。これか？違う？おー、で、まさか食べたりしない？あ、読んでる読んでる。へへ、すご。あー。何そこの暖炉、四次元ポケット、なんだこれ、ん、何これ、どうすんの、白い、え、どういうこと、炙るのか、あんたにあげるわけじゃなくて、ん、なんだ、どうすんだ、紙を焼くわけじゃないもんね。はて、ここは解いた解いた解いた、ここは全部解いたね。ここも解いた、ナイスな謎も分かった、これも解いた。なんだ、チキンは触れない。ここもなんかなさそうだね、あと。ここも解いた。え、この紙なんだ？ここはまあ、ちょっとホラーだった。これも解いたでしょ？解いた、解いた、解いた。はて、何すんだ、これ。まだ謎あったよね。ここは解いた。ここも解いた。これよくわかんないね。星の向き。あー、よく見たらあれか。4つ並ん、ん？ 5 つか。並んでんのか。あー、なるほどね。1番目と4番目だけが一番下で、2と5が真ん中？ 3 が一番上。星のやつあったよね。あれ？どこだっけ？これか。1番目と4番目が一番下か。で、これが2番目。ほい。おー、あー、これ誰か欲しかったな。お父さんだっけ？で、あなたにあげるのかな？で、あげますと、なんだ？何それ、すごろく？あ、みんなで集まってる。あ、いいね。おー、人生ゲームかな。あ、いいね、家族団らんで、あー、やるの楽しそうだね。で、何すんだ、スタートから来て、あー、あのブーのやつか。オッケーオッケーオッケー。あれ、もう解散？早っ。で、まあ、9のとこから1に、なるほどね、折り返していくと。はい、ポン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 。はい、おー、で、紙を手に入れた。謎の紙。これは何なんだ？まあ、とりあえずあの部屋に行きますか。で、あ、真ん中欠けてね、そういえば。そうしますと、あー、こういう風になってんだ。ツリーみたいな。わざわざこう、なんだろう。面白いね。ABCDEFGHIJ、なんだこれ。この紙も何に使うんだって感じですね。この紙何に使うんだ？解いた、解いた、解いた。これも解いた。解いた、解いた、ん？解いたでしょ？あ、じゃあもうこれを解いて脱出かな？多分入り口のやつだよね。これだね。どういうこと？あ、ここにはめんのね。なるほどね。なんかパーツ一個だけ余ったなと思ったけど。これで謎は全て解けましたね。あとはこれを解くだけですね。壁のやつだよね。4の1ってことか。4段目の1ってこと？ 0 段目の3？ ん？ 2 段目の1。2段目の 0？ 0 とか出てくるとは分かんないね。0が1ってこと？つまり。2段目の 0？ え？どういうことだこれ。これしかないよね。あと得要素ね。なんだ？いや、最後の最後に難問ですね。0、0、3、0、2、2、4、3、1、0、1。得要素あとないもんね。犬ももう動かないし、カッパも返事しないし、お母さんはなんか、すごい寝方してるし、いいな。このケーキはいつ食べるんだろう。解いた解いた。やっぱここのあれだね。なんだ？ 0 が、ん？ 0 の3とかどういうことだ？ 0 段目。むず。でもここだけで20分くらいかかりそう。なんだこれ？
なにこれ、どういうこと、どういうこと、俺さっぱりわからん。ゼロ ADFGIKT、 はて3番目、3番目、21番目、20番目、41番目。アルファベット41もないよね。なんだこれ、剥がすわけでもないもんね。4段目の下じゃないしね。ゼロがあるのも意味わかんないしね。ゼロじゃなくて O なのか。なんだこれ。いや、さっぱりわかんないね。ヒントもらっちゃうか。ヒントあんまもらってないんだけどな。ヒント1、見ますか。なんだ。いやー、ヒント見ちゃいましたね。ヒント1、入力ボタンの左右の数字はアルファベットの数を表しているよ。ああ、そうだよね。例えばアルファベットが左に0個、左に0個、右に3個の紙を探すと、G を指しているとわかるよ。え、どういうこと？左に0個、右に3個、左に0個、ああ、そういうことか。はい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 。G の左側が何もないからってことか。で、3段目のこの0は右側が0枚ってことか。はあ、なるほど。むずいね。いい問題だね。そういうことか。写真撮ろうと。オッケー。なるほどね。右に2枚あって、左に1枚ある紙ってことね。はいはいはい。あ、だから紙なのか。なるほどね。はい。まあ、一番上が G で、危ねえ危ねえ。一番上が G で、左に2枚、右に1枚。左に2枚、右に1枚だから I か。オッケーオッケー。で、GIE。今度は右に0枚ですね。右に0枚だから、で、左に2枚だから、F か。GIF、最後の文字。左に4文字。右に1文字。T かな ?GIFT? あ、ギフトね。はい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 。いや、うまいことできてますね。なるほどね。クリスマスっぽい、なんか、単語探せばいけそうな感じだね。まあまあ、とりあえず、ちゃんと謎を解いてね、行きましょうかね。ギフト。まあまあ、それも数字とは言うんだけどね。まあとりあえず、はい。ヒントをもとに謎を解く。これですね。最後の文字はこれだ。イェーイ、いいね。ゴールー。おー。あ、47分かかっちゃったー。はい、正解ですね。イェーイ。ヒント1個使っちゃったね。まあまあ、楽しかったんでいいんじゃないですかね。はい。まあ、ということで、今回は、まあ、今年はこれで最後かな。エスケープルームズですね。また来年も、まあ、月1でやっていきましょうかね。エスケープルームズね。はい。ということで、コングラチュレーションズということで、はい。今回は、まあ、家族団らんか、クリスマスパーティーかなをやっていきました。いや、エスケープルームズね、楽しいですね。脱出ゲームね。まあ、ということで、また来年もやっていきましょう。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とかお願いします。はい、また会いましょう。ノラでした。